A じゃないかビズ。こんばんは、 A じゃないかビズです。今夜もこのメンバーでお送りします。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今週の進行はこの方。はい、小林健太です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、なんとですね、さゆきちゃんがお誕生日でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しいね。さあ、それでは今週も最新のビジネス情報お願いいたします。はい。従業員の通勤管理業務お助けします。あ、徳永さん、これ今月分の通勤費の申請です。ありがとうございます。あれ、通勤経路変えました？あ、まあ変えたっていうか乗り換えをちょっとね。こっちの方が座れるし、値段も30円しか上がらないしさ。え、30円上がったんですか？え、何？ダメなの？営業部の平子もこないだ変えたけど文句言われなかったっつってて、なんで俺はダメなの？ダメとかじゃなく、そのちゃんと調べてから。営業部の酒井だって電車からバスに変えてたよ。酒井さんは帰りにお子さんのお迎えがあるからです。なんで俺だけダメなんだよ。お迎えがなかったら俺の通勤費は認められないの？何の話ですか？お願い、変えて、座りたいの、変えて。もしもし、A じゃないかですか？社員一人一人の通勤費の計算が大変です。なんとかなりませんか？ここからは従業員の通勤経路や通勤手当を管理できる、そんなサービスの話題です。このサービスを導入すると、アプリから通勤経路の申請ができる、適正通勤経路が自動で判定される、日ごとに変わる実費の通勤費申請ができる、ということで、通勤管理システム、通勤管理アルボをご紹介します。株式会社バイトルヒクマの高村さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。通常会社だとどこの部署が従業員の通勤費を管理するんでしょうか？確かにね、一般的な会社ですと、人事部や労務部といった部署が管理するかと思います。これまでのやり方ですと、従業員の通勤経路や通勤費の計算、これをするのに大体1人当たり20分程度かかっていました。結構かかりますね、やっぱね。例えば50人の会社ですと 20×52分ということで、およそ 15、6 時間作業時間がかかっていると。通勤管理アルボでは、従業員の通勤経路の適正を図り、通勤にかかる通勤手当を適切に管理するというようなソフトになります。システムがやりますので、いわゆる人による判断の揺らぎみたいなのがなくなりまして、採用経路の公平性を保つことにもつながってくるかと思います、例えば払い戻しがあるような場合、月の途中で引っ越したとか、勤務地が変わった、退職した、こういった場合の税金計算というのは非常に複雑なんですが、これらもシステム化によって対応することができます。便利。また公共交通機関以外にも、自動車、バイク、自転車通勤といった従業員にも対応しているそうです。自家用車通勤の場合ですと、地図アプリと連携して実際の最適な走行ルートを計測判別していきます、また自転車や徒歩などの通勤計算も、状況では可能になっています。コロナ以降ですね、ハイブリッドテレワーク、出勤と在宅勤務を組み合わせたような出勤も定着してきました。そっかこれを実費で支給する機能、実費申請機能というものも、リリースをしております。はい、従業員側の操作画面をお願いします。アルボの実費申請のボタンをクリックしていきます、続いて申請したい期間、経路をこうあらかじめ入力されたものから選択していきます、営業担当者がいらっしゃるような場合で、通勤する場所が複数ある場合、これも、それぞれ回る場所を複数入力していくような形になります、最後に申請をクリックして終了となります。続いて会社側の操作をお願いします。上司用実費申請一覧をクリックします、申請確認状況をクリックします。内容を確認して問題がなければ、承認の方をクリックして終了となります、これらいずれもですね、スマホの方からでも操作できるようなサービスになっております。簡単、便利だね。アルボでは管理している経路情報や支給情報、これを一括で検索することが可能です、CSV ファイルの形式でこうダウンロードしたり、後で確認閲覧が可能です、今回ご紹介した通勤管理アルボですが、6月11日から東京ビッグサイトで開催されます展示会、DX 総合エキスポ2024夏、人事ローム DX エキスポで出展されるそうです。そうなんだ、すげえ。詳しくは通勤管理アルボのウェブサイトでご確認ください、
公平性っていうのがすごく大事で、うん、なんか人事担当者変わったらルールが変わるとかって結構あったりするんで、そうなんだ。それがこうシステムで一括管理できるっていうのは本当にいいかなと思いますね。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、通勤管理アルボ承認です。承認いただきます。このテレワークオフィスご存知ですか。今日はテレワークだから家でゆっくり仕事するか。外行くか。あ、で、昨日あの後どうしたの。あ、帰っちゃったの。あ、俺はね、あの後もう一軒行ったんだけどさ、その後もう記憶がないからさ、わかんないんだよ。静かなとこ探すか。そう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 、それでさ、あ、もう一軒行ったんだよあの後。でもね、記憶が全くなくてさ。会社行けばよかったな。もしもし、A じゃないかですか。オフィスと同じような環境でテレワークがしたいです。今回は法人向けというのがポイント。こちらのテレワークオフィスは全国の主要都市に拠点を展開、うん、出張先でもオフィスと同じ環境を実現。あ、なるほど。初期費用0円、月額固定費0円、といった特徴があるそうです、ということで法人向けテレワークオフィスソロタイムを紹介します。東京電力ホールディングス株式会社の野村さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ソロタイムは提携店も含め全国に約300拠点を構える法人向けの郊外型テレワークオフィス。そんなにあるの。オフィスは防音性が高い完全個室を完備、初期費用や月額固定費は0円、重量課金制なので料金は使った分だけ、平日24時まで、土日祝日も利用できるので、時間を気にせず、一人一人のワークスタイルに合わせてご利用いただけます。ソロタイム各店舗には決まったデザインがありません、デザインが様々なので新鮮な気分で作業いただけます。楽しみだね。綺麗だな。スマホでめっちゃ綺麗。入室して、嘘、綺麗。店内に入っていただいて、最初の特徴の一つであるこちらのラウンジエリアです、誰にとっても居心地の良いホテルのような場所を目指し、エレガントとネイチャーをコンセプトにデザインいたしました、すごいエレガント。このデザインが高い評価をいただけておりまして、世界三大デザインアワードの一つ、IF デザインアワード2024を受賞できました、次に個室についてご紹介したいと思います。あ、広い。ソロタイムの個室は一日中リラックスかつ集中してご利用いただくことができます。各個室に大型のモニターを完備しており、机のサイズは120センチ以上の幅でご用意しています、体に負担のかからないジム用チェア、そしてご利用者の方のお好みに合わせて朝食機能のついた照明、また全ての個室に鍵がついていますので、セキュリティもバッチリです。ソロタイムの多くの店舗に会議室をご用意しています。二子玉川店の6人用会議室です。ゲストの方もご招待いただくことができ、またウェブ会議に対応した大型モニターもご用意しております。ご利用者の方はパソコン一つお持ちいただくだけで、一日中快適にお仕事をしていただけるよう、パソコンの充電器であったり、ウェブ会議用のリングライト、そしてキーボード、文房具類も豊富にご用意しています。また滞在中、すべてのお飲み物、そしてお菓子類も無料でご利用いただくことが可能です。それから一部の店舗なのですが、大谷翔平選手も愛用する西川のマットレス、そのマットレスが使えるちょっと寝ルームというのがあります。ちょっと寝ルームあったら、いやただの仮眠室と違い、深い睡眠にならないベッドや間接照明、香りと音楽による環境により、少しの仮眠、パワーナップに最適な15分間のプログラムとなっており、
頭の中がすっきりとして整うこと間違いなし。ソロタイムでは企業の健康経営、働く社員の皆様の健康増進もサポートしてまいります。いいな。ソロタイム会員限定のサービスとして全国各地で親子ワーケーションを開催しています。小さなお子様がいるご家族でオフィス周辺の宿泊施設に滞在し、お父さんお母さんたちはいつもと違う場所で仕事に集中、その間に子どもたちは学び発見につながる体験学習を受けることができます。うわ最高。その他グランピング施設内にもソロタイムを展開しており、会員であれば特別割引価格で施設にご宿泊いただけます。バーベキューや焚き火で交流を深めながら、いつもと違う開放的な場所で議論を行うオフサイトミーティングやチームビルディングを目的とした合宿にも最適です。設備についてまたサービス利用方法なども詳しくはソロタイムのウェブサイトでご確認ください。はい、じゃあ柴田部長こちらいかがでしょうか。はい、ソロタイム承認です。承認いただきます。 EV 導入を検討の皆さんは必見です。社長お久しぶりです。徳永さん、いつも駐車場でお世話になってます。いやいやいや、社長さんの会社がたくさん借りてるから助かってるんですよ。うちは実はうちの会社の営業車30台すべて電気自動車に変えまして。おー、儲かってますね。そこでご相談なんですが、お借りしてる駐車場に EV 充電器の設置をお願いできないかと。何 EV 分かんない。いくつ必要なの。30台分。え、うちが用意するのそれ。お願いします。車もう買っちゃって明日届くんですよ。充電器がないと困るんです。お願いします。知らない、うちそういうのできないから。あー徳永さん、助けてくださいよ。もしもし、 A じゃないかですか。 EV 車にしたけど充電できる場所がなくて困ってます。電気自動車、街中でも随分増えましたよね。増えた増えた、変えたいもん。ただ、EV 車を充電するところってどうでしょう、ご自宅にありますか。ないですよね。そこでこちらのサービスを導入すると、EV 充電のインフラ普及、これ大事、個別充電器を無料設置、充電器設置の交渉も代行するということで、法人向け EV インフラ構築サービスリロの EV 駐車場を紹介します。株式会社リロケーションジャパンの鈴木さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リロケーションジャパンは25万戸の管理実績を持つリロの社宅管理と、1万戸の管理実績を持つリロの留守宅管理といったサービスを提供しています。今回ご紹介するリロの EV 駐車場は、法人の声から生まれたサービスです。EV 普及の課題である充電インフラの整備のため、 EV 充電器の導入交渉から運用まで無料でサポートします。自宅や賃貸駐車場、会社や事務所で充電することができます。話、現在脱炭素社会の実現に向けて、東京都では2025年に新築マンションへの EV 充電器の設置を義務化しております。あ、そうなんだ。それから日本政府は2035年までに全国の乗用車新車販売における電動車比率を 100% を目指すとしています。そこでこのリロの EV 駐車場を使って充電器設備を広めていこうというわけですが、どんなところに利用していただきたいですか。このサービスは法人向けの EV インフラ構築サービスとなっております。車有車やリース車などを EV 化したくても身近に充電インフラがない、また EV 充電器付きの賃貸駐車場を探している、EV を増やしたくてもこういった課題があってなかなか増やせないと、そういった企業に利用していただきたいサービスです。はい、このサービスで設置するのはこういったコンセントタイプの普通充電器という非常に小型なサイズなものです。コンパクトなのでどこにでも設置が可能となっております。本当そうですね。基礎充電では普通充電器を各車室に1台ずつ設置することで、普段駐車している間に充電をすることができます。急速で充電をする必要がありませんので、バッテリーが長持ちするといった特徴があります。日本は EV 普及を進めるため、
充電インフラ補助金を、予算を大きく拠出してます。あ、そうなんだ。経産省の充電インフラ補助金の予算推移も毎年伸びておりまして、2024年度は追加予算を含め前年度約2倍の360億円の補助金が用意されてます。こういった国の補助金を使って EV 充電器を設置するため、設置したい企業や会社に費用面の負担がありません。なるほど。中には会社が借り上げ社宅や駐車場を借りて営業車などを止めている場合もあります、そういう場合は駐車場側に設置のお願いをしないといけないということなんでしょうか。はい、我々のサービスにございましては、交渉の連絡や要望など借りている駐車場のオーナーに対して我々がすべて代行いたします。交渉、連絡、要望の聞き取りなど含まれております。勝手に誰かが止めちゃって勝手に充電しちゃうなんてこともご安心ください。こちらあのパスワードがついておりまして、決められた方しか使えないようになっております。よし。EV 充電器付き駐車場の紹介が依頼できるというのはどういうことなんでしょうか。会員法人向けに提供しているウェブサービスのリロネットで EV 駐車場リクエストをすることができます。物件の検索と同じようにどのような条件で物件を探したい、駐車場を探したいかといったものを入力していただきます。駐車場に1台どのような車種を止めるといった情報を入れていただきまして、リクエストを飛ばしていただきます。全国4000店舗以上のリロネット加盟不動産会社と弊社提携しておりますので、会員法人は全国の EV 充電器設置の協賛店に対して駐車場と住宅を合わせて依頼することができるようになっております。現在日本国内の EV 普及には充電インフラの不足が課題です、特に自宅や賃貸駐車場、会社や事務所など基礎充電の環境を整えることが必要です、EV 充電器の設置を検討したい企業の方、まずはリロの EV 駐車場のウェブサイトから直接ご相談してみてください、さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、リロの EV 駐車場、承認です。承認いただきます。ええじゃないか、ミス。デザイナーでお悩みの方はまず見てください。徳永さん、こないだデザインしてもらった新商品のチラシなんだけどさ。ああ、これね。言いづらいんだけど、前の商品のチラシと似てないかな。は、まあ、似てるっていうか、ほぼ同じっていうか。どこが。いや、この辺とかさ。いや、まあ、この辺はまあ似てるっちゃ似てるけどさ。似てるとなんか冷めちゃうじゃん。だから明日までに直して。明日まで。いや、そんな無理だよ。もうやめちゃおっかな俺。じゃあ明後日まででいいから。明後日も無理かな。ちょっとやめちゃおっかな俺も。じゃあ来週でいいよ。来週。来週もきついかもな。やめちゃおっかな。じゃあ無期限でいいよ。ありがとう。もしもし、Aじゃないかですか。たった一人のデザイナーがやめそうです。なんとかなりませんか。デザイン制作の現場では我々の知らない業界ならではのお悩みがあるそうです。そこでこちらのサービスを導入すると、3段階の毎月定額制、期間中は何度でも依頼が可能、専任デザイナーが担当して制作といったことができるようになるそうです、ということで定額制デザインサービス、デザインフラットプラスをご紹介します。フォームデザインの谷川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。定額制フラットプラスは、一定期間定額制でデザインを提供するサービスです、導入いただくとお客様のインハウスデザイナー専属のデザイン担当者として活動させていただきます、ロゴ、名刺、チラシやパンフレット、ポスターやウェブ制作など全て月額料金でご提供させていただきます、修正や変更も無制限、追加料金も不要のサービスとなっております。こういったサービスはどういった企業や業界の方から需要があるんでしょうか。製造業やフランチャイズ業といった業界の方におすすめしたいです。例えば商品の企画はしたけど形にできるデザイナーがいない、外注したいけどコストの問題でできない、デザイン担当の人が急に辞めてしまったなど、デザイン制作でお困りの方にお使いいただきたいです、料金プランは、ライトプラン、スタンダードプラン、プレミアムプランの3タイプです、発注し放題ではありますが、1日の作業時間は制限があります、ライトプランは6万8000円なんですが、例えば
A4 サイズのチラシの両面デザインをデザイナーに外注すると、うん、相場は3万円から6万円ぐらい、うんうんうん、月に3回以上発注したら元は取れます。確かに本当だ。またお店のオープンや新商品プロモーションが控えているとか、社内のデザイン業務をまとめて任せたいといった場合は、うん、スタンダードやプレミアムプランがおすすめです、うんうん、さあスタジオにお持ちしましたデザインフラットプラスで制作したデザインの数々です。酒井さんのは東京都立川市にある飲食業のお店の紙と工法にこだわったショップカードです、うん、こちらのショップカードはコットン紙という柔らかさと上品な手触りが特徴の紙を使用しています。また印刷物に奥行きを与えて読み手に深い印象を残すことができるショップカードに仕上がっています。こちらのメニュー表ですが、紙の表面に水や汚れに強いパウチ加工が施されています。はい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 、お客様の用途、商品情報、制作する目的などをしっかりとヒアリングさせていただき、うん、デザインのクオリティはもちろん最適な加工やアイデアを盛り込みご提案させていただきます。うん、谷川さん、こういった動画も制作していただけるんですと。そうなんだ。動画制作では主にプロモーションビデオや、うん、SNS 用の動画制作などの依頼を多くいただいております。動画の構成から当日の撮影、撮影後の編集まで全てお任せください。自然風景の撮影から社屋や工場の撮影、室内での撮影などもご依頼いただけます。綺麗だね、すごい。これはちょっと素人じゃ作れないね。確かに。ドローンこんだけ動かしてとかっていうのはね。デザインフラットプラスの利用方法ですが、ウェブから簡単に始められます。詳しくはデザインフラットプラスのウェブサイトでご確認ください。うん、それでは柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、デザインフラットプラス承認です。承認いただきます。ビジネスでの数字力、しっかり身についていますか。はい、お疲れ様。お疲れ様です。早速だけどみんなに配った報告書を見てほしい。先月の当社と競合の B 社の売上をまとめたものだ。どうかな、当社の営業成績が先月比 150% だったわけだ。まあ生産性が 5% から 10% 向上したと想定されるよな。で売上高は前年比 12.3% 増、営業利益は前年比 15% 増、経常利益が前年比 16.7% 増の900万円だからな。お城、分かったふりしなくていいぞ。あ、はい。もしもし、A じゃないかですか。数字が多いと理解できません。さて、ここから紹介するのはビジネスシーンで必要な数字力が身につくという研修サービスでございます。この研修を受けますと、学校数学とビジネス数学の違いが分かる、うん、ざっくりと数字を読むコツが分かる、はい、数字に対する苦手意識を克服できる、こういったことが理解できるようになるそうです。ということで、ビジネスシーンにおける数字の活用方法を学ぶビジネス数学研修を紹介したいと思います、うん、オルデナールコンサルティング合同会社長谷川さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ビジネス数学研修というのは、はい、この学校で学ぶ数学ではなくて、はい、ビジネスのシーンで活用するデータや数字の使い方、うん、ここを学べる研修のサービスになっております、はい、数字に対するまず苦手意識の克服、うんうん、そして数字を使ってコミュニケーションをしっかりとっていく。で最後に数字を使って、まあ、意思決定判断をしていこう、はあはい、このようなことをですね、学校では学ばなかった数字の使い方をこの研修の中でお伝えしていきたいと思います。すごい。ビジネス数学研修では仕事での数字の使い方とか、うん、捉え方とか、このあたりを学んでいきます、はい、例えば目の前の Excel にこう数字たくさん並んでました、うん、こうどのように伝えたら明日の会議で怒られずに説明できるかな、このやっぱ悩む人たくさんいると思うんです、ね、じゃあどのように伝えたらいいのかというのを研修の中で学んでいくと。でまずざっくり数字を読むというのをやってみようかなと思います。ざっくり、はいはい、5人の社員の身長と体重のデータですね、はい、ここから BMI の計算をしましょう。 BMI ってあの25を超えると肥満と診断されてしまうんですよね、はい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 、じゃあ肥満の人何人いるか電卓使って計算してみてください。はい、はいはい、30秒でお願いします。いや早い早い、ちょっと無理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 、
これどっちから？センチだからこれメートルに変えなきゃいけない。何これ？はい、では時間となりました。ここまで。無理だよ。全然できなかった。では平子さん。はい。いやただその T 氏が182センチの身長で僕一緒なんですけども、うん、体重が 52.3 ってちょっと異常な低さなんですよ。アンガールズ田中です、ね、そうですね。実は平子さんおっしゃっていたのはすごいヒントが1個出てきたかな。どういうことですか？青く囲った人、うん、182センチで 52.3 キロの人は、うん、これ肥満か肥満じゃないかと言われたら明らかに肥満ではないと思うんですよね、うんうん、この人たちは計算する必要ないんじゃないかなということで計算からこう除外できないかな。なるほどね。すると怪しい人2人なんですよ。 S さんと U さんがちょっと小太りかなと思うので、うん、その人から計算をして早く答えを出すことができないかなと、はい、大事なことは全体像を見ましょうと。そして大まかな検討当たりをつけると。その上で電卓とかエクセル使って計算するということで、このようなこう数字のつかみ方ですね、こんなものを研修で学んでいく。そういうことか、つかみ方っていうのは。ではですね、もう一問。先月は顧客担当者忙しくなかなか結果を出すことができませんでした。あ、残念。なんとか改善しますと。頑張れ。で具体的にどうするのと、顧客訪問増やしますとか、うん、同業他社多数発注していると聞いたので、うん、まあ、頑張りますと、うん、これ一生懸命伝えているということです、はいはい、ではこの会話の問題点とか改善点ってどんなことが、うん、お前が一人で背負うんじゃなくてもっとこっちを頼れと、みんなで解決していこうじゃないか、みんなで増やしていこうじゃないか。いい上司。 A さんの問題点ですよね、うん、こう具体的にどうするのかを聞かれているんですけど、やっぱ具体的に聞こえてこないんですよ、うん、なるほど。こうなんでわからないのかなというと、うん、数字がないから、うん、なるほど、はい、次のケースはいかがですかね。今度は C さんが会議の場面で報告をします。めっちゃ数字使ってるじゃん、はい、逆に数字ばっか言うなよ、シャシャリ出てんじゃねえよってことじゃないですか。シャシャンだ、シャシャンだ。かなりポイントを今お話しされたんじゃないかな、うん、数字だらけなんですよ、うん、何ってか分かんないと思うんですよ、うん、ビジネスでの数字の活用のポイント、まあ、一つここでご紹介をしますと、この相手とのコミュニケーションを円滑にし意思決定につなげるために数字を活用すると、うん、いうことで、このビジネスにおいては数字を使うというのはこのコミュニケーションツールとして使っていこうと。そういうことか。ここがすごい大事じゃないかなと思います、うん、さあビジネス数学研修ではビジネスシーンで役立つ数字力の向上をテーマとした研修を学ぶことができます。詳しくはオルデナールコンサルティングで検索してください。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、ビジネス数学研修承認です。承認いただきます。えーじゃないかビス。今日紹介したサービスは佐伯麗華の SNS と増田内閣さんの YouTube チャンネルでも紹介しています。皆さんぜひチェックしてみてください。さあということで、今夜のえーじゃないかビスいかがだったでしょうか。今週は通勤管理アルゴ、ソロタイム、リロの EV 駐車場、デザインフラットプラス、ビジネス数学研修、以上でございました。今週気になったサービスありましたでしょうか。そうですね、私はリロの EV 駐車場ですかね、うん、まあ、日本って EV 普及率まだ 1% 程度なんです。1か、やっぱりこう駐車場 の充電設備がないっていうところがかなりネックになってると思いますので、うん、これ流行ることによってもう環境に良くなった EV が、ね、どんどん流行るっていうのがね、すごいいいなと思いますね。はい、私はソロタイムですね、うん、本当にテレワークオフィスですかってぐらい綺麗で、ね、うん、充実の施設だったので、まあ、従業員満足度も上がって離職率も下がりそうだなって思いました、うん、そうね、確かにね、ぜひね皆さん検討していただきたいと思います。さあということで、今週もありがとうございました。来週のこの時間は A じゃないかお送りします。それではまたお会いしましょう。さよなら。